私知っていたような気がしますの。毎週金曜日の日替わり弁当が鮭であるように鮭なんだ。昨日こそは何が起こってもおかしくない運命の日。運命？あの、何か特別な日だったんですか？そちら弁護士でしたわね。ならばご存知なのでは？え？なんかあったかな？ここに救う罪深い殿方たちの非道の鍵には尽くした悪行？悪行？人に罪の汚名を着せるため手段を選ばない。それが賢治。みんなそうなのか？この世界。昨日はそう、最も邪悪なる者を称える日でしたのよ。優秀な賢治を表彰する。はえー、そんな日があったの。なんで知ってるんだろう。賢治さんたちの大会があったみたいですね、昨日。そうだね。お弁当に体に悪いおかずを入れようか、迷いあぐねましたわ。迷いあぐねたんだ。どうして賢治さんのことそんな風に言うんですか？賢治さんが悪者だっていう科学的な証拠でも。お嬢ちゃん、このお経、お、舐めるとゲラの味がしますわよ。かっけー！え？昨日表彰されたこの辺で最も滑稽な男。被害者の遺体が発見されたのは、その賢治の車だったのさ。被害者の遺体。奴らが極悪の弁当をむさぼり食ってる何よりの証拠さね。え？そうなんですか？え、どういうこと？何なんだろう？この人の賢治に対する憎しみのようなものは。え？殺されたのは、なんだっけ？何なんだっけ？デカか。え、でもデカ、表彰されたのが、ともえさんの部下だったってこと？後輩だったってこと？それでその京香さんが目撃したというのは、それは生めかしい眺めでしたわね。女の情念、そのようなものを感じてしまいましたわ。あの宝月ともえがナイフを使った瞬間に、怒りの短冊切り、悲しみは一丁切りのナイフさばき。それはそれは見事なものでしたわね。まさかお京さん、犯行の瞬間を、お京さん、命の赤い糸が千切りにされるまな板の音、今もこの耳に。宝月ともえの赤い糸を刻む包丁のリズムもここまでだね。素敵だなぁ、今回の人たちはみんな。あなたは宝月ともえさんを知ってるんですか？首席検事様かしら。あ、どれだけの罪を重ねてその名を継がんだことか。出来立てって書いてある。え、てか書いてあるの、京香さんもしかして。かわいい。二段重ね？あ、二段重ねだった？綺麗な弁当屋のお姉さんがなぜ首席検事の名前を？なんか昔やったんでしょ。あの、お京さんのこと聞かせていただけますか？京香。女もこの歳になると一つや二つ昔話があるもの。え、これさ、お子様には聞かせられないようなね。これさ、あ、人物ファイル見られるようになってた。お、みつるぎ、え、なんでみつるぎいるんだろう、ここに。え、よかった。見知った顔が全然出てこないから。安心した。今回出てこないのかな。っていうか、相手みつるぎだといいんだけどなぁ。いついなくなったんだろう、みつるぎ。16歳。え、29歳。結構離れてんのか。右手に怪我。お京さん31歳。ゲロまみれのお京だぜ。はぁ、あ。草屋弁当の味が分かるようになったら、これ売ってんの？これ売ってんの？参りました。やれやれ。臭いな。臭いらしいよね、草屋って。私、毎日ここへお弁当売りに参りますの。この検事局の主演室に彼がいるんですのよ。彼？ほら、あそこに主演室が見えますでしょ？セキュリティ？と書かれたあのガラス張りの部屋ですか？お弁当売りに来るついでに顔を出して差し上げますの。あ、本当に彼なんだ。ついでにね、とりあえずこれまでの情報を科学的に整理すると、お京さんは何か訳ありのお弁当屋さんということですね。確かにそれだ。役に立たない情報だな。検事局。お京さん、検事局で何かあったんですか？強い悪意のようなものを感じるんですけど。悪意、そうかもしれないわね。検事なんてみんな同じ。偉い奴ほど始末が悪い。しじみのお身をつけにあえてアワビを入れるようなものかしら。あら、ちょっと美味しそうだわ。お京さん、昔事件に巻き込まれたのかな？あ、きっと食中毒絡みですよ。そうだな。それでゲロまみれになったんだろう。そうだな。ゲロまみれだし、ノロウイルス系かな。お京さん、一体何をしていた人なんだ？しじみにアワビと来たもんだ。二枚貝のウイルス。ノロウイルスね。
アワビは二枚貝じゃない気がしますね。終わり？突きつけられるかな？この人知ってる？このカードなんですけど。弁当ランドは現金のみ。弁当ランドはカードを扱っておりませんの。しかも人様のカードは。いやいや、これ、捜査官の ID カードみたいなんですけど。そんなものを弁当屋に見せられてもね、捜査官にハマチの切り身を見せるようなものですわ。なんか馬鹿にされてるような。じゃあこれ見てください。弁護士は戦う男。そちら、勝てるのかしら。弁当ランドがこだわり抜いた自家製たくあん弁当の歯ごたえに。ちょっと美味しそう。なんでこんなに凝ってるのこの人のお弁当のグラフィック。うん、カリカリしてとっても美味しいです。こだわり抜くのはいいけど寂しいおかずだな。面白い、この人。好きになりそう。上級検事執務室。あ、殿様なんだ。あれ？え、なんだここ。え、あれ、三剣の服じゃない？左に。左に、え、なんで魚卓みたいに飾ってあるんだろう。え？いかにも仕事できますって感じの部屋ですよね。なるほどさんの事務所と違って、うるさいな。ほらほら、なんかトロフィーみたいなのがありますよ。トロフィーね、あの、盾か。こんなの嬉しそうに飾っちゃって、飾ってるかこれ。え、割れてないっていうか、きっと権力を鼻にかけたいやらしいやつに決まってますよ。なるほど、龍一。どこまでもおせっかいな男だな、君は。この声は、やっぱり、三剣霊児だわ。久しぶりだな、三剣。あ、やべ。三剣賢治さん。知ってんの？こいつのこと。え、だって私、大ファンなんです。そうなんだ。お姉ちゃんに紹介されたこともあるし。え、いろいろと？そんな合コンみたいなことしてたの？石鹸児の妹さんだもんな。それで、なんだ、ちょっと待って、三剣の部屋じゃん。そしたらここ、ドキドキする。嫌味で権力を鼻にかけたいやらしい賢者の部屋に、キャー、いやらしい賢者の部屋よ。あ、いえ、それはこの人が勝手に。いやいや、僕のせいにするなよ。あの、私たちはただ殺人事件を調べてるだけなんです。三剣まだいるんだな、この時は。殺人事件。ほら、嫌味で派手で真っ赤な車から死体が見つかった。え？三剣の車あれ？あれなら、私の車だが。三剣免許持ってたの？やば。三剣賢治さんの？いっそ気持ちいいぐらいの驚きっぺりだな。三剣ドライブに連れてってほしい。三剣の真っ赤な派手な、いやらしい車で。じゃあここが三剣の部屋？なんかすごい。これでたまに遊んだりしてるの、そして。あ、チェスボードがありますよ。チェスはよくわからないけど、追い詰められてるね、青い駒が。囲まれてるね。赤いナイトたちがやってたかって。わ、三剣これで、なるほどくんを追い詰める、妄想してたの？どういうこと？ナイトは剣を持った騎士、ポーンは不平です。歩兵、不平。赤い剣が青い方。まあ、ちょっと三剣三剣三剣賢治さん、チェス好きか。どうしました？なるほどさん。気のせいだよな。これをやってたらもうストーカーぐらいの息だもんな。気のせいだよ。わー、これ、全部事件のファイルですか。天井までぎっしり詰まってます。はしごもついていますね。おかしいな。あいつ地震が苦手なはずだから、こんな危なっかしい本棚を使うとは思えないんだけど。大丈夫です。ものすごく大きなボルトで壁にめり込むほど固定されてる？そっか。すごいパワーだな。三剣賢治さんがやったのかな。デカか。デカがやってくれたんだろうな。なぜだろう、いての子デカの顔が浮かんだぞ。でもさ、地震が起こったら部屋中に入るの雨が降るね。なんか紐とかで前にハットがないのかな。ぎゅうぎゅうに詰まってますから、ちょっとやそっとじゃ抜けません。そうなんだ。これ飾りか、そしたら。やっぱりなんかおかしくないそれ。ぎゅうぎゅうに詰まってるってなかなかないよな。これからもケンジやってくんなら、スカスカな部分もあってもいいと思う。これ壊れてない？さっきから気になってたんだけど、なんだこれ？ K って書いてありますね。ケンジ？ケンジの K だったらやばいな。オブザイヤー。なんだって？みちるぎ！ケンジオブザイヤーだ。ケンジって英語でなんて言うの？そっちの頭文字使いたくない？ケケケケ！ケンジオブザイヤー！
その年度で一番優秀な検事に贈られる名誉ある像だ。悪いか？悪くない。もしかしてこの K って、検事の K ですか？ダセー！うるさい！私がデザインしたわけではないのだ。ひゃー、ちょっと恥ずかしいですね、これは。はー。割れてるんじゃないのかな？こういうデザインじゃないよね。おー、もう一回調べられる。ケンジオブザイヤーの商品ですね。盾の形の。よかったな、ミツルギ。ケンジオブザイヤー。おめでとうございます。ケンジオブザイヤー。頼むから。何でも言わないでもらえるだろうか。それにしても、この盾なんで先っぽをかけているんだろう。あ、科学捜査の出番。科学捜査だ。なるほどね。あ、なんか、裏に何かあるぞ。なんだこりゃ。こんなところに金属のプレートがはまってますよ。どうやら歴代の受賞者の名前が刻まれているみたいだ。へえ、なんかやたら同じ人の名前が並んでますね。なんて読むんでしょうね、これ。カリマ。カリマかな？多分。そんなとこじゃないかな。わあ、すごいんですね。カリマ金次さん。一度会ってみたいです。もう、あ、でもまだ生きてるか。連呼されるとちょっと面白いな。カリマ金次。拡大。あー、でも、確かに、カルマ5なのかな。え、でも途中で一回一人入って、で、今年、ミツルギケンジ？ミツルギレイジって書いてあるのかな？探っちゃう、こういうの。何かあるのではないだろうか。へぇー。あ、持ってるんだ。この割れてる部分は特に調べられないんだ。なるほどね。別に何もなかった。あれ？っていうかカードも調べられるのかな？面白いなぁ。なんかこれ、牧原さんかな？冬が始まりそうな顔してる。あ、なんだこれ。へぇー。裏にちゃんとこういうのも書いてあるんだ。小ネタがあるねー。で、ミツルギこれ、どういうつもりで飾ってるの？うわ、なんか一段とヒラヒラした服ですよ。いわゆる勝負服かな？ミツルギケンジさんの。勝負服ね、僕は見たことないけどな。額に入れて飾っちゃって、何か曰くがありそう。ちょっと失礼して、写真撮っちゃおう。おー、撮れ撮れ。やれやれ、興奮気味だな。え、ミツルギなんでこれについて何も言わないの？ね、なんでこの袖に、なんでこの袖ちょっとこうやって折ってちょっとオシャレみたいなポーズにさせてんの？ミツルギわー、豪華な花ですね。ミツルギケンジさんにぴったり。確かにね、あ、カードが添えてあるぞ。騎士改正。カオル？おばちゃんカオル、どこかで聞いたような。隣にあるのは巨大な殿様んです。あ、知ってるんだ、アカネちゃん。うわー、欲しいなー。ミツルギケンジさん間に合うのかなー。やだなー、それ。あ、足の裏何か書いてあるぞ。あ、青息吐息。カオル。カオルさんってミツルギケンジさんのフィアンセですか？そうだよ。知った顔が出てくると安心する。多分違うと思うよ。いやー、この蘇る逆転をやるために、ワンをさ、もう一回やり直したんですよ。もう、なんか、楽しかったね。おばちゃんとのやりとりとか、懐かしくて。仕事机だ。さすが綺麗に片付いているな。いいですね、この机。使いやすいけど、おしゃれで。いいね。顔が映るほどよーく見合い込んでありますよ。なんか、そういうのは気が散るって、なんか、どっかの、なんだ、借金取りのところで学んだ気がする。いやー、なぜだろう、糸の子デカの顔が浮かんだぞ。あのネームプレートを土産に持って帰ろうかな。やめた方がいいよ、起訴される。ネームプレートとかあるのか。あ、これか。ミツルギレイジって。椅子。あとは、コーヒーセット？今日かわいい、素敵なティーセットですよ。僕ティーバッグ派だから。すごい！下の棚に茶葉と缶がぎっしり詰まってます。産地別にきちんと並んでますよ。フレバリーも種類ごとに。このロイヤル、見事なまでに暴力的なブレンディングです。え、飲んだの？趣味って何でも奥が深いものなんだな。ミツルギの趣味なんだ、これは。よし、話すか。話すか、とりあえず。
やっぱりお前の車だったのか、あれ。ふっ、思ったまま言えばいいだろう、なるほど。去年せっかく助けてやった男が、ついに本当に殺人に手を染めたかと。え？そんな、三井健二さんじゃありません。だって刺したのは私のお姉ちゃん。あれ？そうじゃなくて、その、ん？あなたは確か、鈴木健二の妹さんでしたね。はい、ほおずきあかねです。その説は本当にどうも、取ってつけたような挨拶だな。16歳でこんなしっかりしてますよ。そうですね。すっかり見違えました。そうですね、じゃねえよ。しかしこの私もさすがに予想外だった。まさか自分の車で殺人事件が起きようとは。しかも、この手で、わあ、自分の上司の罪を立証することになろうとは。相手そうなんだ。なんだって？ほおずきともえ、首席検事といえば地方検事局のトップだ。明日の法廷はこの私が担当することになった。そんなー、三井健二さんが。三井のこと。正直なところ、ここにこうしていられるのが不思議なくらいだ。どういうことだ？噂だ。え？君も聞いたことがあるだろう、私についての噂は。え？何？そうめん茹でるのがめっちゃうまいっていう噂？確かにその名声の陰では黒い噂が渦を巻いている。まあそれはカルマ5のやり方だったもんね。証拠品の捏造や偽証の取引、違法な裏付け捜査など。年末のあの事件、君のおかげで無実が立証されたが。今回の事件が私の仕業であるという噂も流れているようだ。バカ言うなよ！ふ人の悪意というものはふとしたきっかけで溢れ出す。アンチ増えてるんだ。それを止めることは不可能なのだよ。水井健二さん！その一方でこんなおもちゃを私に押し付ける輩もいる。滑稽だな。ブロンズの盾か。何か違和感があるのかな？なあ、カルマ5が今まで自称したものだしな。ああ、嫌味っぽいな、そう考えると。ほおずき首席検事とは2年前初めて一緒に仕事をした。あれは私にとっても初めての大きな事件だった。2年前？そうでしたね。ん？ 2 年前。僕はまだ弁護士にもなってないな。それ以来何かと目をかけてくれている、そう思っていたのだが。2年前？あれ？この時の2年前って、3の時、3の時から見て5年前。で、2年前、2年前？あれ違うよな、でも。千尋さんと戦った事件ではない？どうやら私の思い違いだったようだ。思い違いってどうしてですか？確かにお姉ちゃんはあんな冷たい人だけど、きっと三井健二さんのことは。ならば、なぜ、彼女は私の車のトランクで人を刺したんだろうか。しかも、この、私のナイフ？三井ナイフ？これ。三井健二さんのナイフ？自分のナイフってなんだよ。事件の凶器はトランクの私の道具箱に入っていたナイフだ。持ち歩いてるんだ。指紋はないか。あのさ、三井、なんだ。もしかして、お前、やったんじゃないの？なあ、怖い顔しないで。やれやれ、ジョークのセンスがないやつだよ。陰キャだからね。センスがないのはなるほどさんの方です。法廷記録、ちょっと調べよう。ナイフです。これは。被害者の人の血ですよね。リンゴを剥いてて指を切ったわけじゃなさそうだね。でもこれお姉さんの血かもしれないよね。それにしても三剣のやつ物騒なナイフ持ってるな。持ってるね。しかも赤いし持つところがこだわってんな。週末は山にこもってゆるキャンしてるのかも。焚き火のそばに座ってリンゴ剥いたりしてね。もう、三井健二さんといえばもっとワイルドなイメージです。そうかな？リンゴ剥いてそうだけどな。あとは、切っ先。特にないか、あとは。あれ？この後どこへ行けば？突きつけ、あ、突きつけがまだじゃん。はい。昔憧れていた時期があったものだ。ごめん。え、三井健二さんが弁護士に？しかし、進むべき道が目の前に伸びている以上、今更振り返るわけにはいかないのだろうな。もう、
弁護士やんな。いやでもこの後逆転検事とか あるからな。仕方ないか仕方ないか。密林これなんだけど。なるほどさん、あ、見せない方がいい？そんなもの密林検事さんに見せていいんですか？確実に取り上げられるな本当は密林検事さんの味方になりたいんだけど、お姉ちゃんが有罪になっちゃうからな。深いため息なんかついてるぞ。じゃあこれ見せるか。つまり今年一番だったわけだよな、お前が。そのニヤニヤ笑いはやめてもらいたいな。なんだその顔。なんだその顔。それをもらうために昨日は仕事にならなかった。ん？どうしてですか？その壊れた盾を受け取るため、警察局の式典に出席していたのだ。はぁ、警察局。警察署の隣にある署の方を君も行ったことがあるだろう。行った行った、ミサイルとか受け取りに行った。板の子でかがいるあそこか。あの、この盾なんですけど、なんで壊れてるんですか？蜜璃が、なんかむしゃくしゃして、壁に、ふんってやったんだろう。大した意味はない。今となってはね。なんだよ。なんで？興味がないみたいだな、ショーとかそういうものには。え、蜜璃が壊したの？とにかく昨日は検事局が最も忙しい一日だったのだ。へえ、もう少し聞いた方がいいみたいですね、昨日のこと。まあ、昨日事件が起こったんだもんな。弁護士と証拠について語る趣味はない。ええ、相手が君となればなおさらだ。なんか一の時あんなに和解したんじゃん。なんかお正月にあれでしょ、糸の子デカのところに行って、うわーっつって帰ったんでしょ蜜璃明るい性格。明るい性格になったばっかりじゃない。事件当日のこと。昨日のこと詳しく聞かせてくれないか。昨日は検事局にとって年に一度の大掃除？昨日？ 2 月とかにやるの？大掃除ですか？警察局と協力して決着のついた事件の証拠やデータの整理をする。3月とかでもないんだ。我々は証拠品の申し送りと呼んでいるが。はぁ、あ。ふむふむ、確かに大掃除みたいですね。まあそういうこともやりそうだな。そしてもう一つ、警察局で式典が行われた。今年度の検事、捜査官たちの評価が発表、そして表彰されたのだ。そういうの、本当にやってんのかな？それでこの盾をもらったというわけか。昨日の午後は警察局に行った。戻ってきたのは5時12分。はぁ、車で戻ってきてその直後に事件が起きたってこと？嫌にはっきり覚えてるな。密林検事さんと私はなるほどさんとは違いますからね。いや、私は記憶を当てにしないことにしている。この通り、ああ、きちんと証拠があるんだよ。密林レイチ。駐車券。入庫。でも3分でやるって結構難しくね。地下駐車場が発行している利用記録だ。事件が起こったのは5時15分頃。車で戻ってすぐに事件は起こったわけか。なんだなるほど。その失礼な目は。ん？わ、なんだ？なんだこいつ。あ、怪我してるよ、この人。すいません。密林検事って人いらっしゃるでありますか？なんだろうか。私が密林だが。本館警察局長のお使いで本館報告書を持ってきたのであります。報告書？まさか、宝崎正義検事の件で新しい手がかりが出たのか？目の前で嫌な話をされてるな。宝月にありますか？いえ。なんだこいつ。そんな名前本館報告書にはありませんけれども。え？うわぁ、蜜璃の堪忍袋の紐が切れる音が聞こえたぞ。ゆるいですね、蜜璃検事さんの堪忍袋。警察局には言っておいたはずではないか。明日の審理に集中してんから余計な書類は届けないように。はっ、でもでも、だって本館。これは持っていけって言われただけでありますからして。難しいことはこれ本館。貴様の名前は、職業と本名を名乗れ。本館あの、ははは、腹ばい？腹ばい？もういい。腹ばい。そう書くのか。巡査報告書を持って帰りたまえ。来月の給与査定を楽しみにしていくことだな。自由だな、マジで。あ、守り持ってる。だって本館、そんな、本館。なんかあれだな、左手を怪我してるのすごい気になるな。いるよな、こういう頭も運も良くない人。失礼。ど失礼だな。なるほど。はい、本館。こういう時のこいつ怖えな。見ての通り私も暇ではない。君たちもそろそろ帰った方がいいだろう。へえ、そうしますか。
被害者は捜査官。今の巡査と同じく警察の人間だ。警察局へ行ってみることだ。被害者のことはそこで聞ける。ありがとう。怖えな。機嫌が悪くなったみたいだな。じゃあ行ってみるか。検事局。あ、こっから行くのか。あ、お弁当屋さん。京香さん。京香さん。あ、この謎の、てかこれ、逮捕くん？もしかしてこのキャラクター。逮捕くんじゃない？逮捕くんなんか心霊的な手形がついてる。やっと着きましたね。なんでこんな検事局から離れたところに建てるかな、警察局。タクシーで30分？すげえ遠いじゃん。いつも刑事課に行くから警察局に来るのは初めて。なんだあれ。なんかめっちゃ、ああ、めっちゃヌルヌル動く。何この技術。不気味ですね、なんか。ワキワキとうごめいてますよ。怖えー。こいつなら確か逮捕くんとか言ったっけ。こんなに近くで見るの初めて。将来警察のマスコットになるかもしれないよ。うわ、なるほどさん、警察マニアですね。でもなんか、どこかで見たことがあるような。それより逮捕くんの隣だけど。逮捕くんと一緒に踊ってる人がいますね。え？私たちに気がついたみたい。すごい勢いでこっちに走ってくるな。あんた、ここで何を踊ってたのか。それはこっちのセリフですよ、糸の子でか。どうしてこんなところで踊ってるんですか？ダンスってるんですか？え、それはその、せっかくだ、暇みたいだし色々聞かせてもらおう。暇じゃないっす暇じゃないっす。あれのことなんですけど、踊る逮捕くんすか？あ、踊る大捜査線的な意味で？ズバリ自信作っす。わあ、また見せられる。糸の子デカが作ったんですか、これ。課長殿の設計図をもとに自分が腕を振るってみたっす。でも、意外とよくできてるな。素人が作ったにしては。わあ、すげえ。ラグイというかなんか、不安になる。どこでも置けるように電池で動くようにしてあるっす。スイッチがないから電池が切れるまでお取り狂うっす。怖え。悲しい運命なんですね、逮捕くん。あー、逮捕くんのパネルか。こっちは。おまわりさんが敬礼している相手は刑事さんだろうか。そこで俺は言ってやったのさ。活動冷めるぜ、てな。いい話であります。本館泣けてきました。あれ、さっきの本館？敬礼じゃなくて涙を拭いてるみたいですね。いいコンビになりそうだ。刑事とかおまわりさんとか、その辺のなんか、誰が偉いのかよくわかんねえんだよな。刑事さんたちが見える。みんな忙しそうだ。あのドアの向こうで今まさに繰り広げられているんですね。刑事ドラマが。そうだな。確かに間違いではないけど、妙にモヤモヤするな。あれ、ここと留置所もまた違うのか。そういえば。ああ、この中に留置所があるんかと思ってた。なるほど、さん、警察のマークどういう意味か知ってますか？え、知らないよ。何なの？私ね、これ宇宙ステーションだと思ってたんですよ、昔。え？小さい頃の話ですけど、ほら、形が似てるでしょ？ああ、見たことないから、宇宙ステーションは。でもそれはありえないって気づいたんです、去年。だって、ポリスステーションですからね、警察署は。あ？もっと早く気づきたかったね。それも別の形で。丸みたいに見えるけどな。丸掲示板？おなじみのポスターが貼ってある。この顔にピンと来たら110番か。でも購入ポスターの顔ってなんかピンと来ないんですよね。まあ来たらちょっと怖いもんね。確かに間違いではないけど妙にモヤモヤするな。まあピンと来たらもうすぐ110番ですから、それは。パトカーだ。なるほどさん、パトカーの色なんで白黒か知ってますか？なんかそれ、テレビで見たことある気がする。知らないよ、どうして？私ね、あれ、おむすびがデザインしたんだと思うんですよ。おむすび？まあ、科学的な根拠はありませんけどね。ちなみにどうしてそう思うの？小学生の頃遠足で見学に来た時、パッとひらめいたんです。お弁当の時間に。そっか。今度パンダを見に行く時はサンドイッチにした方がいいよ。サンドイッチにした方がいいな。なんだっけな、パトカーが白黒な理由。昔見たんだけど。真冬の防犯フェア開催中。なんか売ってそう、あったかそうなものが。
大雑把なスローガンだな。ルミノール試薬とか安く売ってないかな。バーゲンセールじゃないからね。家庭に一本あると安心だと思うけどな。殺人事件が起きた時とかね。安心のためなら他のものを買った方がいいと思うよ。はえー。待って、法定記録見るか。わあ、面白い法定記録だな。あ、しかもこれは、舐めるように見ることはできないんだ。だって、手形とか折れてる部分とか気になるけどな。でか。お久しぶりですね。